リンゴルフをご視聴の皆さん、こんにちは、ナナです。カメラマンの山ちゃんです。はい、今回は千葉県の成田東カントリークラブのインコースをこれからラウンドしてもらいたいと思います。リンゴルフミッションゲームと言いまして、はい、60ポイント以上達成しますと天城府3000円分をプレゼントしております。イエーイ。ちなみにスコアはどんな感じなんですか？もう初心者並みのスコアです。なるほど、はい、頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。何これ、なんだろう、すごい、ね、何、なんか大会とかですか？試合とか見れるように、なんかすごいね。すごい。じゃあとりあえず3ホール終わりまして、はい、やばいだからスコアじゃないから、そうですね、楽しくやるのが一番。そう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 。でちょっと自己紹介のパートがあるんで、はい、私はカフェとか行くのが好きで甘いものが大好きです。はい、でよくさつまいもスイーツ食べに行きますね。で今秋じゃないですか、うん、秋、今これが出る頃は1月末だから冬、はい、冬、今秋なんですけど、そう、もう美味しいものがいっぱいあるじゃないですか、うん、もうとりあえずコンビニとかでもさつまいものスイーツあったら買っちゃいますとか、あと今今日着てないんですけどミネエールのアンバサダーもやってて。あー、そうだよね、うんうんうん、そう、すごい社長さんもいい方で、うんうん、すごいよくしてくれるので、うん、楽しくやってて、うん、でいずれかは自分のブランド、うん、ゴルフのブランド欲しくて今アパレルとかに関わる仕事もしてます。あー、なるほどね。それでアンバサダーとか、はい、まあ、ちょっとこう、はい、経験を、そうです、経験積んでるって感じで、コスメとか好きでそういう企画とかももらったりしてるので。なんか、うん、インスタのプロフィールに確かに面白いこと書いてあったよね。ベビー肌とか。ベビー肌ベビー肌アップしよう。やだ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 ベビー肌目指して綺麗になるように頑張ってます。ゴルフの時は映しちゃダメです。もうボサボサになっちゃうから。そうですか、うん、そうです。どっちかというとスイーツ女子に特集しに行ってる感じだから。あー、やった。そう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 。静岡とか山梨だったら任せてくださいって感じです。じゃあちょっとこれ打ってから一回ちょっと聞きたいの、うん、聞いていく。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ打ちます。ロングだ。やだ、これは飛ばない子にとってはロング大変だよね。大変、もう頑張るしかないよ。希望がない。希望がない。希望がない。しかも打ち上げ。もう希望がないです。これ。まあ、っすぐだからまだいいかなとは思うけどね、うん。頑張るしかないですね。うん、頑張るしかないね。うん。右。右行っちゃった。え、千葉もスイーツあるの？千葉もスイーツあります。まだ引っ越して3ヶ月ぐらいですけど。インスタ載ってる？まだ載せてないです。あ、そうなんだ。え、静岡は載ってるんだ、スイーツ。静岡はいっぱい載ってます。あと山梨もいっぱい載ってます。え、静岡で、なんかおすすめなスイーツ、一個、お店、はい、どんな感じの？静岡市なんですけど、うん、ゾーリっていうお店知ってますか？静岡、そこの店舗だけしか多分ないんですけど、うん、すごいおしゃれだし、ケーキの種類すっごい豊富なんですで、毎回行くたびにいろんな種類があるから、うん、すごいんですよ。お、本当にすごい。東京は？ワクワク。東京は？東京はなんかもうみんなインスタとかで行ってるような感じですけど、なんだっけ、何が美味しいんだっけな、忘れちゃった。忘れちゃった。でもいろんなところ行ってます。でもなんかさ、ほんとさ、なんか甘いの結構好きで、はい、東京とかあれだよね、なんか会員制のさパフェバーとかもあるよね。あ、ありますね。そう、行ってみたいんだよ。行ってみたい。私でもさ、結構いい値段する、なんか5000円くらいするんだよ。そう、一つでパフェとなんかペアリングワインかなんかついててみたいなのがあって、はい、すごそう。そう、
高級そう。そう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 。やばい。じゃあどんどん発信してってください、スイーツを。はい。これやばいな。ちょっと落ちづらそうだな、こりゃ。あこういう時に限ったらね、意外に当たったね。打ち方直します。元に戻そうかな。元に戻す。ちょっと一旦元に戻して。今あれだもんね、なんか最近習ったりでしょ、スイングを。そう、習ってちょっと変えてるから、ちょっと今瞑想してるって感じで。瞑想？迷ってる、はい、じゃあ、ちょっとカート道にくっついちゃったんで、はい、ちょっと打ちやすいところに移動して、はい、お願いします。はい、登れ。うん、うわぁ、登りきつそうだな。きつい。よし、行くぞ行くぞ行くぞ。日が暮れちゃいますね。やばいやばい早くしないと日が暮れちゃいます。日が暮れちゃう。なんでですか。いいじゃん、行け行け行け。よしよし、超えた超えた。よしよし、いいぞいいぞ。なあちゃんはさ、はい、ゴルフ始めたきっかけは何なの？なんでやろうと思ったの？前の仕事がゴルフ関係で。あ、そうなんだ。そう、ゴルフ場のそういうレストランとかにいて。あ、そうなんだ。で、それでゴルフやってみないってなってやり始めたんですけど。うんうんうん、確かに確かに、なるほどね。そうなんです。だけどね、なかなかうまくならない。いろんな人に教えてもらって、いろんな教え方があって、うん、あの結局スイングが定まらなくて、どれが正解か分かんなくなっちゃって、まあね、確かにね、行くたびに違っちゃうとね。そう、確かに。あれ、まだまだあれだったんですね。まだまだだ。パー5だからね。おお、いいね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 、いいぞ。あ、これはいいんじゃん、乗るよ、とりあえず。お、よかった。よしよしよし、はい、はい、なあちゃんの好きな距離ですね。そうですね、6パット。もう長い。強くだよ、強く。はい、あー、弱い。おお、これは入るよ。これは入る。これは入るよ。これ入んなかったら嫌だな。入った。はい、ナイスです。入った。これボールも77なんですよ。本当だ。実は。77。いいね。プレゼントしてもらったんです。ああ、洒落てていいね。洒落てますよね。うん、これと、はい。はい、これと、うん、これと。イケポチャはないでしょ。しましたよ。あ、した。あ、そうかそうかそうか。イケポチャ、スリーパット、ホール紹介。ホール紹介。うん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 。ロストボールになりはないか。うん、自己紹介。自己紹介。そんなもんか。うん。オッケー。はい。はい。お、パー3、80ヤード。はい。ですが、乗らなかったら。悲惨悲惨、大変。天国か地獄かって感じだね。そうですね。おお、乗った。いいんじゃない。やった。うん、やった。いいよ、乗った乗った。これでかいよ。でかい。ワンオンがあるからでかい、でかい、でかい、でかい。ボギーかパーでもいけるから、うん、いけるいける、いける。もうオッケーで、オッケーでいこう、オッケーでオッケー、オッケーでいこう、オッケーでいこう。どう、なあちゃん乗ってる？これはどうですか？え、ギリ微妙。でも乗ってるじゃん。あ、乗ってる乗ってる。あの、ね、やった。完全に乗り切ってるんで大丈夫です。はい、じゃあ頑張ります。登ってるから強めですね。全然ダメだ、頑張ろう頑張ろう
うん、OK です。はい、まあでもナイスボギーです。ナイスボギー、ナイスボギー、やったもうちょっと持って喜んでよ。やだ。だって本当は、うん、そこまで行ったら強く行って、うん、ワン一つで入れるつもりでした。ネパで入れるつもりだった、はい、そうだね、うん、しょうがないしょうがない、こういうのがゴルフの楽しいところですね、うん、そうだね、思い通りいかない、思い通りには必ず行かない、なんでよがね、そう。アプリ何使ってるんですか？スノーです。あ、僕もスノーです。ナイスの顔、おめえ使うのみたいな顔してこっち側肌の色が良くなる、そう、肌の色が可愛くなるんですね、使ってる。よい、よい、うん、まあ、うん、次はいけるでしょ、いけそう、ロング、ちょっとあれだね、うん、ここは次が難しそう、崖、うん、崖越えみたいな、ああ、ちょっと一回フェアウェイがなくなって、うん、少しなんかこう崖みたいな、はい、なってる。あー、うん、下行きました、あの下だな、いいね、あ、ちゃんと上がってんだよね、打ち上げが強すぎるから、うん、パコッと当たってるけど、うん、転がり方次第かな、あ、まあまあ、まあ、近いからもしかしたらパターいけるかも、うん、もう、うまくいかないなでもまだボールがなくならないからいいよ。そうですか、やっぱね、そう、うん、男の場合だと力があるから曲がって、うん、ボールなくなるから、うん、ペナルティーですごいのよ、ボン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 増えてって、大変だ。なんだろう、そのしかも気持ちよく打てなくなってくるのね。あ、触れなくなるから。うんうんうん。これは本当に軽くですね。まあ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 。ナイストライ、ナイストライ。うん読みが全然違う、うん、ナイスです。はい。